グレートギフト反町隆史、春らが笑顔でクランクアップ。来週3月14日で最終回となるドラマ、グレートギフト、テレビ朝日系、毎週木曜21時が、このほど、クランクアップ。主演の反町隆史を筆頭に、春、津田健次郎、尾上松也、佐々木蔵之介ら、劇中で壮絶な戦いを繰り広げてきた、レギュラー出演者たちが、充実感みなぎる笑顔を浮かべながら、撮影最終日を迎えた。完全犯罪の殺人を可能にする未知の殺人給金、ギフトをめぐり、大学病院で巻き起こる激烈な権力争いと謎の連続殺人を描く本作。ギフトを発見したことで想像を絶する闇の世界に巻き込まれながらも意を決し真正面から正義の道を貫いていく主人公、藤巻徹信を演じてきた反町。彼は、この3ヶ月半、新たなヒーロー像を果敢に開拓しながら、座長としても力強く現場を引っ張ってきた。そんな反町にとって、支えとなったのが、信頼する共演者&スタッフたち。クランクアップのセレモニーでも、反町は、自ら各出演者に花束を贈呈し、固い握手を交わすなど、感謝の意を最大限表明。本当にいいチームになったなと感じる頃に撮影が終わる。これがドラマなんだなって改めて感じていますと、一抹の寂しさもにじませた。しかし、寂しさ以上に大きかったのが達成感。定石を覆すチャレンジングな展開となった新時代のドラマにチーム一丸となって挑んできた反町の表情は終始晴れやか。今回は黒岩さんのオリジナル脚本でキャリアのある俳優の方々が演じていただき、一つ一つ丁寧に作れた作品だと思っております。また機会があれば、ぜひ一緒にお仕事をしたいですと語りかける座長、反町と共に共演者たちも清々しい顔でスタジオを後にした。グレートギフトもいよいよ来週、最終回。登場人物たちを翻弄してきた真犯人の正体、すべての真相がついに明らかになる。最終回を記念して、第1から8話のダイジェストを TVer で配信中だ。ドラマ、グレートギフト最終回は、テレビ朝日系にて3月14日21時、放送。